元気いっぱい体を動かし、自分の好きなことに没頭し、仲間との会話を楽しむ、それが老人クラブ。高齢者の仲間づくりや生きがいづくり、健康づくりを大切にするのが老人クラブ。その活動はスポーツやレクリエーション、ボランティアなど種類も様々なんです。またこの老人クラブ、地域とのつながりが生まれる場として今注目されているんです。今回はいくつかの老人クラブの活動にスポットを当て、その魅力をたっぷりお伝えしていきます。市内ではおよそ8000人の高齢者が老人クラブに参加し、さまざまな活動を行っています。まずはその老人クラブの活動の一部をご紹介していきましょう。早速お邪魔してみます。失礼します。こんにちは。こんにちは。すごい華やかな可愛い小物がいっぱいありますけど。こちらは老人クラブの女性部会の皆さん、どうやら小物作りをしているみたいですね。ちなみに今日は何を作っているんですか？だからみんなそれぞれ、今こっちはトンボなんですね。トンボ、はい、こっちはパスケースを作ってますので。パスケース、はい、女性部会では地域の展示に出展したり、お祭りに並べるため小物作りを和気あいあいと進めています。一方、長後にある七つ木市民の家では別の老人クラブが活動をしています。皆さんが行っているのは健康体操。年齢を感じさせない動きで元気いっぱい体操にチャレンジしています。認知予防とかそういうのをやっていただくので、すごくね、良かったなって私は思ってます、はい。こちらでは皆さんが真剣な表情でパソコンに向かっています。行っている作業はホームページの更新。実は老人クラブのホームページは皆さんの手によって作られているそうですよ。老人クラブは紹介した以外にもグラウンドゴルフや麻雀教室など、60歳以上の方々が幅広く活動を行っています。そもそもこの老人クラブ、どういった目的で作られたのでしょうか。田場川会長にお話を伺いました。もともとですね、仲間作りっていうか親睦とかそういうところが始まってるんですけども、特にですね、戦後落ち着いた頃からですね始まりまして、今まで広いわけですけども、特に最近はですね、それ仲間だけの楽しみというじゃなくて、もっと地域のために何かやろうとかですね、それから今問題の福祉関係、その辺まで入ってですね、とにかく共に老いようとか、元気で過ごそうとか、そんなことを目的にしてるわけです。地域とつながる架け橋として高齢社会の大切な役割を担う老人クラブ。その活動は大きく分けて3つになると語ります。1つ目は健康というの、2番目はですね、友愛と友の愛というんですね、それから3番目奉仕という、この大きな3つのテーマに掲げまして、活動してたわけです。特に健康はですね、いわゆるピンピンコロリー目指そうというようなこと、これが健康ですね。そう、今老人クラブの皆さんは一生涯を活動的に暮らそうと、健康寿命を伸ばす運動などにチャレンジしているんです。またこちらでは認知症予防のため、さまざまなゲームで楽しんでいるみたいですよ。面白勉強会って言ってね、脳トレをやったり、体を動かす体操をやったりして、漢字の勉強2時間ね、楽しむんですよ。覚えてないよ。結構面白いですよ。さらに老人クラブの活動を通して、参加者の方は健康だけではなく人付き合いにも良い変化があったといいます。近所でも本当に周りとしから知らないんですけど、ちょっと離れた町内の人とも知り合いになりますね、はい、友達が増えるというか、はい、
ご近所の方に誘われて出てきてます。元気な仲間だけで楽しむだけじゃなくて、なかなか家から出られない一人住まいの方がいらっしゃるわけですね。こういった方もですね、共に老いようと。ちなみにですけど、はい、皆さん作業しながらどんな話いつもしてるんですか？病気の話とか、ね、病気の話とかねそう、病気になった時なんてはね、こういう風にした方がいいわよとかいい、ね、知恵もね、みんな、教えてもらえるんで本当に嬉しい。共通の、ね、こう悩みとかも、ね、そうですよね。老人クラブに来なければ顔を合わせることもなかったメンバーが他愛もない話をしながら仲良く活動に励みます。ちなみに皆さんが話しながら作っていたのはこんなに素敵な小物なんです。これがね、中に入ってる、洗濯バサミです。おお、かわいい。あ、これいろんな使い方できそうですね。できるんです、だからどっかよそ行って自分の靴が分かんなかったら、靴と靴と挟んでおけば、わ、かわいいでしょ、わかるように。もう本当みんな楽しくやってます。いや、伝わってきます。あ、そうですか。はい、何を一番楽しみにしてますか？そうね、仲間作りと、それから和、やっぱり和だね。和、みんなの和っていうのがね、いいと思います。老人クラブの楽しみはという質問に口を揃えて出たのは和ができるということ。老人クラブでは仲間作りはもちろん、仲間と共に過ごす時間をとても大切にしているんです。そのためこんな嬉しい悲鳴も。ご生活変わりましたいや、変わったっていうか忙しくない忙しくない毎日出てます、ね、毎日出てるそっか、いいですね。もう手帳が真っ黒です、ね、ある意味病気してる暇とかないですね。健康と仲間づくりで充実した日々を過ごす皆さん、また老人クラブでは地域への活発な活動も大切にしています。3番目、奉仕というのはですね、やっぱり自分が住んでるですね、地域のためにですね、何か やろうじゃないかと。当然ながら高齢者ですから、長年の経験を持ってますね。そういったものを地域のために生かそうと。老人クラブでの奉仕活動には、地域を豊かにするための社会活動やボランティア活動、子どもや青少年などとの世代を超えた交流活動などもあります。老後を豊かなものにできる老人クラブですが、一方で入会することのできる60歳代の方たちの中には抵抗があったという方もいました。抵抗ありましたよ、最初は。もう老人会会っていう抵抗はあったんですけど、やはり近所の人に勧められて、会合に出るようになってから、結局自分で何をやるかっていう目的を持ったんで、それで楽しく、で結構皆さんも同じような思いで、思いの人がいるから、でこういう会の活動そのものが活発になってきてるんで、今は結構、楽しいですよね。今の生活をより充実したものにするため、ぜひ一度地域の老人クラブに足を運んでみてはいかがですか。自分の地域の中のもっとね、みんなで絆を深めるとかですね、みんな顔見知りになるとか、そういったことがいろんな面でですね、介護の問題でも防災問題でもですね、みんな地域のつながりが必要なんですね。その中でぜひ老人会もそのつながりにですね役立ってますので、ぜひそういった面で入会していただきたいと思っております。